白金商店街は4つのコンセプトに思いを込めたロゴを作りました。四の橋が近くにあり、四の橋なので、あの四つ葉のクローバーにちなんで希望、誠実、愛情、幸運という思いを込めました。それが街に浸透していくことが私たちの希望です。地元密着型のお店ですね。50年以上やってますので、この商店街の中でも目印、ランドマーク、そういったお店であると個人的に思ってます。若いお客様も増えてらっしゃいますし、店の特徴として通路が広い、ベビーカー、車椅子、そういったものに対応できる広さがあるので、そういった点ではすごく買いやすいっていう言葉をいただいてます。日々毎日来るお客様がほとんどなので、シェフも私たちもお客様に本当に誠実に美味しいパンをというその思いで笑顔を欠かさず販売するようにしております。マンマミーヤというイベントをして、日頃のお母さんに感謝を込めて少し美味しいものを召し上がっていただこうということで企画をしたんですが、このイベントというのはやっぱりお子様方にたくさん楽しんでいただくということが、イベントの最高の成功させるためにはお子様が一番大事だと私は思っております。お客様に、美味しいお魚を召し上がっていただきたいということでやっております。この辺では置いてないインドマグロというマグロを扱っております。私が、日本料理をやってきましたので、自家製のお惣菜や、フライなどを愛情を持って手作りしております。この商店街は明治43年に誕生して、もう100年のようたった大変歴史のある商店街でございます。四の橋の幸せをの架け橋ということで、今後は本当に皆様方に幸運をもたらすような街になると願っております。東京商店街グランプリ準グランプリは白金商店街のマンマミーヤ、マンマミーヤのおかげで商店街準グランプリ取りました。